はい、おはようございます。原田農園です。今日は11月28日の火曜日です。今日はですね、こちらの、ほうれん草のハウスに、種をハッシュする予定です。昼時間にですね、換水設備が来ると思いますので、昼の間に換水設備を設置してですね、夕方か、まあ、昼時間があればハッシュしていきたいと思います。今朝ですね、今こちらのハウスの中、また、トラクターでですね、もう一回、高温しておきました。綺麗になりました。はい、ということで、今日は、一応ハッシュをする予定です。ほうれん草の、はい、それでは今日も頑張っていきましょう。はい、今昼休憩になりました。予定通りですね、こちら、こういう感じですね。こちらが、換水チューブを止めるパッカー式の器具と、あとこちらがエンドですね、一番最後につける、あと、ミストエース S72 っていうやつを、今回ですね、こちらを注文しました。今からですね、パッカー式のこの装置でですね、換水チューブを止める位置にですね、パッカーを止めていきたいと思います。高さ的には、50センチから75センチの間で、設置してくださいということなんで、あちらですね、奥のビニペットの、高さがですね、だいたい50センチだったと思います。あちらはですね、もう、水平取れてますんで、レベルを見る必要ないんで、ミニペットの高さでですね、こちらつけていきたいと思います。はい、こちらミニペットの高さにこのパッカー式の、止め金具を、止めていくだけです。こちら1個飛ばしでですね、設置していきたいと思います。それではやっていきます。向こうからですね、換水チューブをはめて出てます。はい、こちらですね、最後エンドで止めて、この輪っかからちょっと紐で、この柱に、引っ張っておけばもう OK です。それかもう一番ここで止めてしまうか、どちらかですね。はい、以上ですね、ミストエース S72 の、設置の仕方でした。